富樫スリーでいった、富樫も決めてきた、やっときましたね、まあこれ意地がありますよ ね、これはね、チームファール5つ、やはりこの人でいくか富樫、おー、富樫飛ばせてスリーできた、決めた、立ち上がり大きくリード、しかし第1クォーターラストプレーでこの富樫のスリーポイント、まあらしいですよね、こういうところは本当に勝負強い、スローが出た川崎です、富樫、おー沈めてきたスリーポイント、また2点差、いやもう何かスペシャルなデザインがあるか、富樫が行く、ロングスローは、おー決めた、いやこれ2本来た、ウーザーピーカーショット成功、いや今のも3点、すごい、でこのスリーポイント前半の最後、この富樫のスリーポイントシュート、ね、本当に素晴らしい、ウーザー2本ですもんね、1クォーター2クォーター、ちょっといろいろ神経質になり始めましたよ、そうですね、富樫、はい、スリーポイント決めた、これで同点、追いつきました千葉ジェッツ、さすがですね、富樫スリーポイント外さない、富樫素晴らしい、もう19点目、ダブルチーム、ムーニー、富樫、富樫スリーポイントきた、7本目、増田です、増田対富樫、増田、おお富樫が奪った、さあそして富樫、ファジーカス抜けてアリュープだ、すかさずタイムアウト、川崎、ヤキースで、ね、ムーニーのアリュープ割り込んで、これコツ、はい、ワンチャン、ワンチャンボールスティールですよね、でそしてアリュープね、低いパスでのアリュープでした、はい、上昇中のボールですもんね、まあ、ミスマッチだったら分かってたんですよね、これね、よく見てましたよね、はい、でもこのパスだってバックのスリーですから、ね、はい、エドワーズ叩き込んだ、逆に篠山、松田、スミス、大倉、ムーニー、富樫、ムーニーへ、おーここは美しいバスケットが見られた、いいですよね、あれだけボール回るとね、